長岡外史昭和8年4月21日は、明治、大正期の陸軍軍人、政治家。陸士級2期、陸大1期。栄天は、小蔵位、君一東高2級。最終階級は、陸軍中将。相国津の軍末、竹村出身。父は、王将や堀山衛門で、徳山藩士、長岡内洋の養子。明倫館を経て、明治十一年。 陸軍主管学校を卒。明治18年に陸軍大学校を一期生として卒業。日清戦争では大島根性旅団の参謀。明治30年には軍務局第二軍事課長を務め、ドイツ派遣を経験する。明治35年には陸軍少将となり、不評大9旅団長を務める。明治37年からの日露戦争では、 大本営陸軍部参謀次長として行動した。明治38年5月末の日本海海戦における圧倒的な勝利の後、ロシア帝国との講和条件を少しでも日本側に有利なものとするため、講和会議に先立ってカラフトを占領すべきであると考え、長岡はカラフト占領作戦を軍首脳に上進したが、海軍は不賛成であり、 陸軍参謀総長の山形有友もこれに同意しなかった。そのため長岡は満州軍の小玉玄太郎に手紙を書いて伺いを立て、その返信を論拠に説得作業を展開。これにより7月以降のカラフト作戦が決まった。結果的にこの作戦は9月5日成立のポーツマス条約における講和条件の一つである南カラフト活場に大きな影響を与えた。 旧陸軍第13師団長官社、明治41年には軍務局長となり、明治42年には陸軍中将に昇進。同年7月30日付で臨時軍用気球研究会の初代会長を兼務した。明治43年6月1日付で第13師団長に営転。在任中の1909年、東京新部学校第11期卒業の、 新国留学生62名が、師団霊下の不評、騎兵、砲兵閣連隊に、大府士官候補生として勤務することとなる。この留学生の中には、後の中華民国総統となる、小介石がおり、長岡邸に、不婦死教との書を書き残している。1911年10月、新国で、侵害革命が起こる。長軍、鎮政クルルと共に、 休暇帰国を陳情するが長岡に拒絶された小介席は連隊長に48時間の休暇を申し出るとそのまま日本を飛び出し革命に参加した11月になると他の留学生らも各連隊長に帰国を集団陳情するなど動揺が広がり11月4日には2名が脱走騒ぎを起こした事態を案じた長岡は開校者に留学生を集めると 警挙モードをすべきでないとイブに努めたが、なおも動揺は収まらず、月末に陸軍大臣の指示を得て、全員を脱退させた。大正2年から16師団長を務め、大正5年には、予備役となる。大正13年5月、第15回衆議院議員総選挙に、山口県第7区から出馬して当選し議員となる。昭和八年一月十一日、暴行主要のため、 慶応義塾大学病院に入院、治療を受けていたが、4月11日午前8時半頃、病体が急変。手当の間なく、22日9時50分頃死去した。去年76。墓所は青山墓地。山口県下松市笠戸島の国民宿舎大場に、長岡を検証する外資公園があり、長岡の銅像が建てられている。松市内には、 長岡外資検証会があり、検証活動に取り組んでいる。関係文書マイクロフィルムは、国立国会図書館に所蔵。1931年、ドイツの女性飛行士マルガフォン・エッツドルフの助訓に立ち会う長岡。右は、橋本慶三郎。左は、発想本。 エッツドルフ空中文明博覧会で総裁を務めた長岡外信日清戦争中の明治27年8月19日、大島根性旅団の参謀令下の衛星兵が飛行機の開発に軍の協力を求め略図を添えて大島吉正旅団長宛に軍用飛行機構案の義に不条心を提出してきた。参謀であった長岡は人が乗って、 自在に空中を移動する機械という当時としては、奇想天外な研究の意義を理解することができず、今は戦時である、外国で成功していないことが、日本でできるはずがない、成功したとしても戦争には使えないと一周した。この衛星兵こそが、後に、日本の飛行機開発の先駆者として知られることになる、二宮中八であった。 二宮は日露戦争終結後にも再び昇進を行うが、大島中将からは本当に空を飛んだら聞いても良いという返答であった。二宮は軍が飛行機開発に乗り気ではないと感じ、自力で研究資金を調達するため退役し、大日本製薬株式会社へ入社した。業績を上げて1906年に支社長にまで昇進するも資金を賄えず、 スポンサーも現れなかったため開発は停滞し、ようやく自作の目途がついたところで1903年12月17日にライト兄弟による友人動力飛行がすでに行われていたことが判明。二宮は飛行機の開発をやめてしまう。日清戦争中の上進時点では二宮の飛行機の着想はライト兄弟に先行しており、結果として 長岡ら軍上総部の冷淡な態度が日本人による飛行機の発明の機会を失った一因とされている。その後、白川義則中将と二宮の対談が新聞や雑誌に取り上げられて、この事実が世間に知られることになると長岡は自らの先見のなさを嘆いて長文の詫び状を送り二宮に面会して謝罪したという。軍務局長であった 明治42年8月には、初代の臨時軍用気球研究会の会長を兼務し、日本軍の航空分野の早々期に貢献した。当初、同会長には、陸軍次官である石本新六を据えることが検討されていたが、石本は飛行機など飛ぶわけがないとこれを拒否し、対して長岡が実際に飛行機を見たことはないが、将来の戦争に役立つような気がすると答えた。 ことによる抜擢であった。しかし、長岡は、初飛行に立ち会うことことのないまま翌年に、第13師団長へ転出し、公認会長には石本が就任した。16師団長在任中の大正2年、師団が駐屯する、深くさ連平場で発生した、竹石公派の墜落事故に接し、その処理にあたる。大正3年に開戦した第1次世界大戦では、 二宮が予想していた通り、観測気球に代わり固定翼の偵察機が実戦投入された。予備役となった長岡は、二宮の研究と功績を後世に伝えるとともに、飛行機の普及を図るため、大正4年に1月に日本飛行研究会を母体とする国民飛行協会を創設し、人材の検証、育成、啓蒙活動を精力的に行った。来日する。 外国人飛行家を積極的に歓迎し、アートスミスが来日すると飛行機の歌を作詞して披露した。大正7年6月に国民飛行協会が帝国飛行協会に併合されると、その副会長となる。大正8年10月に東京、大阪間第1回検証郵便飛行大会の審査委員長を務め、12月には欧米へ視察旅行に出かけ、 航空関係者やフランスのエースパイロットのルネ・フォンク、タイと面会したほか、アブロの採用機旅客機や、デハビランドの DH4 戦闘機に登場し、極芸飛行も体験した。大正10年に、航空映画、悪夢を上映させている。大正12年の関東大震災に際しては、自宅を東京、大阪郵便飛行仮事務所として開放し、国際飛行場として、 羽田飛行場の必要性を説いている。正解に進出した長岡は、飛行事業拡張に関する権議案、飛行機製造省令法、航空省の設置等の議案を提出している。長岡取れる日長岡は、先入観や慣例にとらわれず新しいものを受け入れる、柔軟な思考能力を有していた。新潟県高田の第13師団長時代、法王をした際に、 スキーの存在を知っていた長岡は軍隊への普及を促進し、師団内でオーストリア・ハンガリー帝国から派遣されてきたテオドール、エイドラー・フォン、デルフィ少佐による指導が行われた。旅順航攻略に際しても海岸砲の導入を愚信され、積極的に後押しをしたなどの功績がある。しかしながら発想が奇抜で、思いつきに過ぎない、現実性のない構想を実行しようとして、 周囲を混乱させたこともあった。この一方、飛行機の開発について、自身の先見性のなさに後で気がつくと、一兵卒出身であった二宮に対しわざわざ出向いて、謝罪するなど、内政的で自分に厳しく、他人への配慮を忘れなかった。常に、周囲の意見に耳を傾け、自身の誤りに気づくと反省し、自ら即時に改めたので退化なく、 食責を全うできた。これによって多くの人に慕われ敬愛された。一方、プロペラヒゲと呼ばれる、長大な口ヒゲを蓄えており、本気で自慢するなど、不可解な面もあった。この自慢のヒゲは、最長で70センチメートル弱にも達したという。長岡外市の銅像衆議院議員時代の長岡長女磯子。 三越常務や王子聖子重役等を歴任した、浅吹常吉に嫁いだ。フランス文学者の浅吹三吉と、フランス文学者で翻訳家の麻吹富子は孫、フランス文学者で詩人の浅吹良二は、早尊、小説家で、第144回、芥川龍之介賞を受賞した、浅吹マリコはヤシャ次女、京子、園田武彦に嫁ぐ、が後に離婚。 長男森はじめ、孫に、森はじめの長男長岡忠和、長女由美子に嫁ぐ次女は子、原尊長岡義木子、ありがとうございます。